今年は小麦粉やビールなど暮らしに身近な食品の値上げが相次ぐ予定です。原材、価格や人手不足を背景とした物流コスト、上昇などが理由で、家計への影響が広が。そうです。4日から製粉大手3社が、ロッテパンなどに使う強力粉やお菓子な、に、薄力粉など家庭向けの小麦粉を与え、げ、ます。日清フーズ、日本製粉、アキラ、産業が4日の出荷分から、いずれも 1% か 4% の値上げに踏み切ります。また、粉の値上がりを受けて、電子レンジで、ね、パック入りご飯の値上げもそう。います。来月1日の出荷分からテーブックが大部分の商品を最大で 17% の下、3月1日の出荷分から東洋水産が当たり10円から15円値上げします。米の値上がりをめぐっては、外食、円のアマドン店屋も今月11日から、力、天丼を税込みで500円から40円上するなど一部のメニューを10円か、50円値上げします。3月から4月か、では、アサヒ、キリン、サントリー、サ、ポロの大手ビールメーカー4社が、ビールや飲食店向けみたる爪で出荷す。ビールなどを値上げします。瓶ビールの、5で飲食店向けの卸売価格が 10% 程度、値上がりする見通しです。さらに、大、イルシ社は、4月1日からは輸入ワイと海外のブドウを使った一部の国産ワインを 3% から 6% 値上げする予定です。こらの値上げは、米や小麦、ブドウ、いった原材料費の上昇やトラック運転手、不足に伴う物流コストの上昇などが背景、あり、値上げの動きがさらに広がるのか、目されます。専門家、物価が上がり、す、年に、第一生命経済研究所の長浜、広志主席エコノミストは、人件費や物流ことは、すべての商品に関わっているので、広いものに値上げ圧力がかかり、今年、去年以上に物価が上がりやすい年になる。ろうと指摘しました。その上で、値が上がる一方で、まんべんなく全員、量が賃上げされるわけではない。賃上げた人は豊かな消費ができるようにな。が、そうでない人はさらに節約志向が高ると述べ、賃上げの動きがどこまで広るかが、消費の動向を左右するポイントなると指摘しました。